はい、皆さんこんにちは。キーティーのアパートが始まりました。今日はね、私が普段行ってるジムを紹介していきたいと思います。まあちょっとそうだね、ニューヨークのジムはどんなものかって皆様にお伝えできればと思います。では Let's get started。 この巨大なミラーボールみたいなものが DJ ブースで、火曜日と木曜日の6時から DJ パンプキンが回します。 DJ ブースがあるジムはここぐらいだと思うんだけど、面白いしかっこいいよね。私はこのジムが大好きで週に4回来てます。ちょっとね、今犬の映像が流れてんだけど、なんとジムに犬を連れてきてる人がいるんだよね。ちょっと面白くてちょっと毎回撮っちゃうんだけど、癒されてます。そしてこのジムの男女比率なんだけど、男子が8で女子が2かなって私は思うの。ここのジムはゲイの方が多くて、カップルで来て一緒にトレーニングをするのをよく見かけるんだよね。まあ大学も近くにあるから大学生も多いと思うんだけど、あ、思い出したんだけど、前にキャットウォークのあのランウェイのね練習をスタジオでしてたら、いきなりお姉が入ってきて話しかけてきて、私この業界で働いてるんだけどみたいな。そして歩き方の指導をしてきたんだよね。面白いでしょ。なんかそれはめっちゃ勉強になったし、よかった。日本ではないよねそういうこと。あとジムで履いてるスニーカーなんだけど、ニューヨークは外履きのまま履いてトレーニングできるから楽なんだよ。ただロッカーに鍵がないから自分のロックを持っていかないといけないっていうのはね、なぜ鍵がないのかは謎。たまになんかロックの代わりにビニール袋を代用してる人がいるんだけど、私としてはそれは鍵の代わりにならないでしょうっていつもちょっと見て思ってるんだけど、どうかな。なんか日本とね、ニューヨークのジムの違いはちょっとコメント欄に書いてもらえると嬉しいな。あとね、なんか今後なんかニューヨークのこういうものが見たいとかいいアイデアがあったらコメント欄にどんどん書いてほしい。ね、私もこのその中でいいなと思ったらやっていくんで、なんかこういう人が見たいとかこういうところが見たいとかも何でも OK です。よろしく。Thank you. If you don't mind, can I film you?For my YouTube channel? Sure! Yeah? Yeah! Hi! Thank you! You're welcome! じゃあ、ここにね、ボクシングのサンドバッグとかがぶら下がってますね。そう、ここyou